どうも、ゆたかです。今回は、こちらのパイプ椅子をリメイクしていきたいと思います。まあ、もともとそのソファーとか、置きたいなってのはあったんですけど、まあ、僕んちその結構狭いので、こういったパイプ椅子とかだとあんまり場所も取らないし、まあ、折りたたんで収納もできるっていうので、まあ、結構便利かなって思ったので、今回こちらのパイプ椅子リメイクしていきたいと思います。はい、ということで、やっていこうかなと思います。まずこちらのパイプ椅子のシートを外さなきゃいけないんで、こちらのネジを、インパクトドライバーで外していこうかなって感じっすね。あとこの裏っすね、裏の方も外さなきゃいけないんで、まあ、そんな感じでちょっとやっていこうかなって思います。はい、こんな感じで剥がれましたね。よし、これもこんな感じで取れました。はい、ということでシートの方取り外したんですけど、こんな感じです。はい、ということでこんな感じに外し終わったので、お次はこちらを、このスプレーを使って、染めていきたいと思います。リキテックススプレーっていうメーカーの、アンティークゴールドですね。今回はこちらを、使っていこうかなと思います。こちらを使うんで、その壁とか床とか汚れないように、まあ、こちらのシートを、ダイソーで買ってきたので、まあ、こちらを敷いて染めていきたいと思います。じゃあそれじゃあ早速やっていこうかな。はい、ということで、こんな感じに染めたんで、まあ、とりあえずちょっと乾くの待とうかなっていう感じっすね。はい、ということで、まあ、乾くのにちょっと時間かかると思うんで、まあ、こちらの、シートの貼り替えをしていきたいと思います。この布は一応新宿で買ったやつですね。まあ、レンガっぽい色なんですけど、まあ、これしかいい感じのがなかったんでこれにしました。結構高かったんですよ、まあ、ベルベット素材なんでちょっと高めですね。こんな感じでちょっとやっていこうかな。よし、こんな感じに布の方切り終わったんで、まあ、お次はこちらの、タッカーって言って、巨大ホチキス使っていきたいと思います。まあ、このネジ締める穴だけ止めないようにっていう感じですね。よし、結構雑で全然大丈夫ですね。ドライバーで締めちゃうんでそんなに見えないんですよ。まあ、ちょっとここが長いんでちょっと切ってきますね。はい、ということでこんな感じで完成しました。背もたれは
先ほどの背もたれと同様、こちらをちょっとやっていきたいと思います。ほっ、こうして、はい、ということで、こっちも、まあ、やっていこうかなって思います。短い、まあいいや、全然いけるっしょ。はい、ということで、こちらの背もたれと、座る部分ですね、まあ、こちら付け終わったので、まあ、お次はその椅子が乾いたら、この2つ取り付けていこうかなと思います。はい、ということで、こんな感じに染め終わったんで、まあ、お次はシートの方、取り付けていきたいなと思います。まず背もたれからちょっとやっていこうかな。倒した方がいいんかな、これ。まあいいか、できるか。こんな感じかな。よし、はい、こんな感じに、取り付けました。次はこちらの座る部分ですね、こちらを、つけていきます。向きとか実際関係ないと思うんで、まあ、これは多分倒した方がいいですね。ありました。まあ、ここの裏は、まあ、見えないからいいかなって思って染めてないですね。まあこんな感じですね。どうでしょう、どうですかね。いいんじゃない。よし、はい、ということで、こんな感じに完成しました。まあ、そのアンティークゴールドと、テラコッタの色合いということで、まあ、少しそのレトロ感のあるような、感じに見えるんじゃないかなと思います。まあ、シートの方も、ベルベット素材選んだので、その、まあ、上品な感じっていうか、まあ、少しその高級感のあるような、感じになったんじゃないかなと思います。パイプ椅子っていうこともあるので、まあ、こんな感じでその畳んで置いちゃえばスペースとかも取らないのかなって思うので、まあ結構重宝しそうな感じです。まあスプレーのこういうムラが結構あるんですけど、まあそれはそれでちょっといいのかなって思いますね。今回は、DIY の動画だったんですけど、まあ、僕のチャンネルでは服のリメイクとかアイテムやコーディネートの紹介とかもやってるので、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。
あとインスタグラムと、ツイッターの方もやっておりますので、概要欄に貼ってある URL からフォローの方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。